地のエネ入民期に、官護の図天与清志圭は、室町時代の前奏。県人寺191世。県民史として二度都民。特に二度目は、県民生史として、画奏摂集らを引き連れ名に渡った。法意皆は清氏系、清志圭、同号は天与。別号に海木こり老人、万里奏など。著作に、万里集がある。品の国稲群の友久信玄の子として出生。 おじの白元気を自然に従い地元の宝然寺で出家。上落の後臨在州大官派の県民寺前居案に従した。やがてその法を継いで県民寺前居案達士となった。法徳2年に新州稲谷に帰郷翌年、東洋城法を聖師とする県民史の一員として最初の入民を果たした。その折には大宗皇帝との越見を強く迫るなど強気の 交渉を行ったことが、村安公等に記される。この帰国後、入民の功績によって、のと安国寺十字。交渉元年には、京里の品の国稲軍改善時の十字に昇格した。干渉元年には、室町幕府から、県民生史に任命されて上落。同年、県民生史就任の功により、県人寺191世となった。同三年。 小笠原も地長死去に伴って帰郷し、幕府からの上落最速をよそに3年近く郷里に止まった。上落の後の干渉5年に都民準備のため、巣王国を訪れたが、諸事情で都民が大幅に遅れ、1年ほど最国で足止めされる。その間、大内市にゆかりある、日本広ロや、セ州シュらと信仰を深めたものとみられる。博多昌福寺に滞在しつつ、 出立を待ち、干渉7年、文章元年に至ってようやく、博多を出港し、民国へ旅立った。この時の県民船は3隻からなり、1号船の幕府船ほか2号船は細川市、3号船は大内市の船であった。応仁2年に北京に到着し、建造皇帝に越見、将軍、足利義政の新書を呈した。入民中は、 随員の一人が殺傷事件を起こしたため皇帝に免罪をこい、また貢ぎ物の刀剣の価格をめぐって、官僚と総論士皇帝に仲裁に入られるなど、生死としての役目は穏やかではなかった。文明元年に帰国するも、折屋宿応仁の戦乱の最中にあり、博多に帰港できず、とさえ着岸した。結局、上落も果たせず正式な帰国の報告ができないまま、 距理の法全寺に籠もり、公の場から姿を消すこととなった。自分に優れ、随形衆、大鳥、天音流、沢、マレオレイヒコラのご参照と信仰を深めた。周囲からの信頼も厚く小国時の随形、衆大鳥をして天与は気をつな、正澄を発想とする臨済衆大官派を背負って立つ、逸材と言わしめた。ありがとうございます。